ます。本日田中樹です。京本大我です。お願いします。お願いします。まあシーズン的にはまあ全然違うと思うんだけども、そのホームアローン分かりますよね。もちろん。もちろんもちろん。大好きです。ね、クリスマスシーズンになったらみんな見るホームアローン。あれの家が買えるらしいんですよ。家知ってます？このニュース。なんかその家？いや、わかるかな、その、ケビンが泥棒を撃退する、あの映画で出てくる、そう、あの家、あの豪邸。あ、そういうこと？買えば？ちょっと待って待って飛躍しすぎよ、それは。買えばいいじゃない、だってさ、あ、もう誰でも買えるってこと？そうそう、普通に販売されたってこと。あ、そういうことね。その家が物件として、ね、今日はあれ現金持ってる。ちょっと待って待って、キャッシュキャッシュな、一応ね、そのあれだからキャッシュで一回しかもこういうのって何日か考えるんじゃないの？今日なの？行けんならもう行っちゃった方がいいよね、迷ってる間に。世界中のね、コレクターが多分狙ってると思うから。ホームアローンオタクとか絶対いるわけじゃん。そうよ。いるし。狙ってんじゃないの？こんだけ話題になったら、やっぱすごいお金持ちの人とかは、もしかしたら買うかもしれないよ。確かに。どんな感じなの？いや、だからもう本当にあのさ、わかるでしょ？あの、こう階段の上がってるあの家なんだけど、その、一応ニュースのサイトには、築100年で、ベッドルーム5つ、バスルーム6つ。で、薪ストーブがあるっていう情報だけ出てたらしいですよ。そんなにあんの？バスルーム6つ？違う違う、部屋いっぱいあんの分かってたけどさ、バスルーム6つやばくない？ストーンズだったらめっちゃ助かる、ね。そうそう、全員バラバラに入れる、うん、ちょうど。そんな1個の家だよ。だからその、なんて言うんだろう。うん、例えば、ちょっと古い、なんか、ホテルですとか、うん、スタジオですってことじゃなくて、家にバスルーム6つあるんだよ。そういう家族がもともと住んでたってことかね。いや、わかんない。なんでなのかわかんないけど、うん、一応その値段としまして、参考程度にね、多分今日もこの後買うと思って、うんうん。いやいや、買わないだろ。一応日本円でね、日本円で約、8億2370万円。嘘でしょ ?8 億 ?8 億2370万円なんだけども。全然その、それは。一応一回冷静になってほしいの、うん。いや、値段的にはすごいよ、8億なんだよ、いうのはね。それは、いや、すごすぎるだろ。すごいってのは分かってんだけど、豪邸じゃない、すごい。まあ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 。ベッドルーム5つに、バスルーム6つあって、薪ストーブもある。多分まあ、それ以外にもちろんいろんな部屋ある。余らせちゃうもんね。そう、こんなの。その大豪邸が8億って、それ高いか安いか分かんないよ、これ。これどっち？あ、なるほどね。その、8億っていうことだけを考えたら、すごい、もうすっごい相当できないぐらい高いお金よ。まあ、向こうの基準だったり、この相場的にもしかしたら安い方。そうなのよ。安い方の可能性もあるみたいな。しかもホームアローンよ。あ、そっか。その付加価値があるから。そういうことなのよ。ホームアローン。いや、まあ、築100年の一軒家って考えたら。まあ、100年って結構ね、言ってる。結構、だいぶ言ってるし、まあ、高いかとも思うけど、例えば、東京で、じゃあこんぐらいの大豪邸建てようと思ったら、とんでもない額します。そうね。で、そこにホームアローンの付加価値ついて、での8億ってこれ高いだからもし分かんなくない？もしその、まあ、この規模感のお家がまずあってバスルーム6個だったり、はい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 、ベッドルーム5個っていうのがあったとして、うん、多分日本で例えばじゃあ8億円だったとするじゃん、うん、でもそれがじゃあ例えばなんかドラマ、うん、まあ、のぶたでも何でもいいけど、うん、なんかドラマで使われてましたって言ったら多分10億とかになっちゃうと思う。いや、なるよ。下手したらもっと言ってもおかしくないと思うよ、うん、俺は。ってなると安いのかと思うけど分かんないのよ。じゃあね、まあその安いではあの ATM 行く？カバン的に怖いメンバーじゃん。カバン的には持ち合わせてないみたいだから、現金はね、ちっちゃめのカバンだから。でも6人で買っちゃうかだよね。もういやいや、まあ、いいよ、行ってきない。いいなんで単体で俺好きだけど5人にホームアローンの話したことない。別にそう、あれってるし、みんな好きって分かってるから、うん、みんな好きだから誰も話さない。ホームアローンってさーって話絶対出ない。そう、みんな見たことあるし、みんな見てんのだけども。いや、たださ、今日もってさ、コレクション気質あるじゃない、はい、まあ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 、集めますよね。いや、でさ、お父さんもさ、こういろんなもの集めたりとかあるじゃない、まあまあまあ、好きだね。うん、究極にさ、好きな作品、まあ、ホームアローンはまあ好きだと思うけど、すっごいのめり込むほどのマニアではないじゃない、うん、だからさ、究極に好きな作品のそういうものがあったら買っちゃう？でも変な話、うん、お金あるってことでいいんだよね、自分が。いや、まあ、いいでしょ、いいでしょ。アベンジャーズのさ、うん、スターク社みたいな、あの大きいすっごいビルみたいな憧れあるわけよ、うん、あれがじゃあ例えば10億とか言われたら揺らぐは揺らぐかも。お金あるとしたらね。あー、なるほどね。あれ手に入んのか、だからとはなる。確実に自分の持ってる全てのお金を合わせたところで買えないって分かってなったら諦められるけど、うん、買えるんだったら悩む。ちょっと可能性がある財力なら悩むかもしれない。やっぱあー、そう、
その作品への憧れとか、やっぱその世界に入り込めるんだっていう嬉しさ、自分が。え、ハリー・ポッターとかもあるんだ、好きじゃないですか。うん、だってライブで杖振り回すぐらいだから。あのさ、あの、ハリーがさ、最初の方に階段の下で寝てた時の、あの家が、あの家が10億ですって言ったら買うでしょ。だからあの、あれだよね。そこだけじゃないよね。いや、まあまあまあ。階段下だけじゃないよね、買うのは。違う。家を変えるんだよ、ね。あそこだけ曲がりするんじゃなくて。あの家。あの家を変えるんだったら、うん、でも内見は行きたいよね。いや、一回見ていきたい。内見は。その、まあ、立地とか。で、なんか行ってみたら、それこそ、うん、あ、なんか、意外にちょっと、もう今、いろいろ変わっちゃってんだな、とか。ああ、あと水回りちょっと汚いな、とか。そう。なんか意外に使い勝手悪いな、とか、現実的なとこ見えてきて、うん、天秤にかけてどうかじゃない。ああ、で、買わないっていうので即答はしないってことね。買うかどうかは悩むってこと。好きだからね。やっぱ気になっちゃうよね、多分。ああ、なるほどね。まあ、買える財力って確かに悩む。ジュリだったらなんかないの、そういう。この作品だったらちょっと考えるな。いや、俺作品っていうか、例えば、じゃあ、海外の有名なラッパーがレコーディングで使ってたスタジオですって言って、ね、販売されたりしたら俺も行くかもね。マジで多分行くと思う。行くと思う。今俺悩むって言ってんだよ。いや、俺、もうあなた行っちゃう。その財力的に行けるなら、行けるなら、俺の今のね、いろいろなそのお金と照らし合わせる時に行けるならば、うん、俺多分割と即決すると思う。マジか。あ、もう、それぐらい好きだし。そう。し、なんか。やっぱ手に入れたい派なんだね。入れたい派だね、うん、俺。あんまりそこまでさ、俺がなんかのめり込んでるのあんま聞かないでしょ。だから、うん、本当にそんぐらいのめり込んでるもんだったら俺多分行く、すぐ。と思う、俺。じゃあみんな楽しみだね、これ。ないよ。いやいや。じゃあ出てくるか分からない。田中が財を手にした時が。もういろんなものを。もういっぱい手に入っちゃうよ。いろんなものを俺手に入れるかもしれない。楽しみだな。うん。ただね、その、ホームアローンのね、さっき話した、まあ、その、買えると言ってるその家なんだけど、はいはいはい、その、まあ、一つあって、その外観はこの家なの、その作品のね。うんうん、うん。なんだけど、その映画の中身的には、ほとんどはセットで撮影してるらしいの。まあまあよくあるか、その家の中は違うところでやってんだ。そうそうそう、だからその外観撮影、こういう家ですとか、それこそ正面の階段のところとかはそこを使ってんだけど、中入りましたってなったらセットらしいんだよ。そうです。なんか階段そのな、あの、家の中の階段とかちょっとしたところは撮影で使ってるらしいんだけども。全部使ってないわけではないけど、ほとんどはセットらしくて。これさ、どうなのそれ。マジ話違えよ。それは違くない？ちょっと違うね。それさ、だってさ、いや、それこの家でも撮ってるっちゃ撮ってるじゃない、うん、撮ってるらしいんだけども、それを知らずにさ買ったら俺ぶち切れるよねこれ。確かにちょっとなんかその注釈というかちゃんと説明しっかりないと、そう多分これあんま俺、うん、その出品されてるサイトなのか何なのかあんま見てないからわかんないけど、うん、そのバスルームが6つありますよとかぐらいの多分アバウトな情報で出てるんだよ、うん、なるほどね。これさ切れるよね。切れるね。それで8億はぶち切れない。確かに、だから、作品見てても別に、バスルーム6個あったなとか思わないもんね。思わないじゃん。使ってないんだもん。そういうことが発生するのよ。思い入れないよね。だから、本当に、友達とかも本当にで、なんか本当に来た時に、うん、わぁ、ホームアローンの家だみたいになるけど、入ったら、どこここってなる。っていうことだよね。そういうことなのよ。いや、それどうなんだろうな。いや、だって、外観に8億だよ。外観に8億は膝から崩れ落ちない。そうね。ちょっと話が違うな、確かにそれは。うん。しかもさ、多分買っても、普通に住めないと思うんだよ。生活ができないと。いや、だからその、観光スポットになっちゃってるじゃん。あー。だってその地域の人はもちろん知ってるし、じゃあその国に旅行しましょうってなったら、うん、調べて出てきたらさ、見てみようって思わない。確かに確かに。だから、いろんな人が通ってる時に、やっぱ、普通の家としての認知じゃないと思うんだよ。うん、そうなるとね。で、しかも、それで、ちょっとさ、スーパーからの買い物とかでこう、ドアの前で鍵探したりしてるじゃん。うん、あいつ、ホームアローンの家住んでんだ。って言われるよ。なるほどね。しかもそれ、引っ越し業者とかがさ、うん、こう、いろんな家具とか運んできた時にさ、こう、自分がいるわけじゃん。じゃ地域の人さ、あいつあそこ買ったのって、めっちゃ噂されるよ。しかもなんか、いよいよ住み始めたら、うん、なんか、泥棒ごっこみたいなしてくれるんですよ。なんか。あ、いよいよね、ホームアローンの真似してね。だから多分俺普通にこれ住めないと思うんだよね、うん、なかなか。ちょっと大変なこといっぱいありそうだな。で、本当の大富豪がコレクションとして持っとくような感じになる気がするんだ。住まないけど、所有はしとくみたいな。みたいな。だってその日本で言うというか、俺らの感覚で言う、その金閣寺買って住むようなもんだからね。
同じか、感覚的に。同じなのか。だってさ、そうよ、うん。だってその、観光スポットなわけだから。なるほどね。そう、その感覚になってるわけ。まあだって、金閣じゃんってめっちゃ人集まるからね。そうだって。どう考えても住めないよね。あそこに出入りしてたらさ、パッて、あいつ、金閣寺住んでねって言われるんだよ。あそこのさ、なんか池みたいなあるところにさ、そうだね。行くんだよ。あれだもんね、なんか池に浮かんでる感じだもんね。そうそう、だから、ちょっと船こいで、船こいでそこ行って、よいしょって言って、うん、入っていくとこ見たら、待って、あいつ、住んでんじゃねって言われるんだよ、それ。偽物すぎるな、それ、さすがに。待って、あいつ、ウーバー呼んでんじゃんって言われるよ。ウーバー来れんのかな、あいつ、ウーバー来れんのかな。あれじゃない、やっぱその、あれじゃない、柵越しに置いといてくださいっていう、検索を書いとくしかないんじゃない自分でね、取りに行って。配達員に。だからそっちは自分で取りに。まあ、玄関だよね、いわゆる。そう。ってなるよ。いや、だからそういう感覚だと思うんだよ。たださ、そのさ、まあ、話変わるというか、そのさ、歴史的とまではいかなくても、うん、日本でこういう有名な家ってあんまなくない？有名な家。なんか、映画で使われてます。ドラマで使われてますって。テラスハウスとか。あそれ、そうかも、ね。あれはスタジオとかなのかな？あれはどうなんだろう、うん、俺ちょっとごめん、あんまりわかんないんだけど、もしかしたらそういうビラみたいに貸されてる場所だったりするのかな？家？あ、家か。でもあれだよね。多分その誰かが住んでる家ではないよね。ハウススタジオ的な。あ、みたいな多分貸しに出してるところだから、売られたら確かに話題になるかも。確かにね。今売りには出てないけどね。し、多分誰かが実際居住してるってことはないんじゃないかなと思うけど、でも多分そういうことだよね。そういうことだな。それ以外ではあんまり日本って実はなくないと思って。まあ個人が所有してるものとかじゃないもんね、きっと。そう。まあ、ドラマとかでも。それこそさ、なんだ。アニメの題材になった場所みたいなのは結構あるじゃない。モデルとしてみたいな。そうそうそう、うん。なんかさ、前さ、あれ今日も言ったら、君の名はの、はいはいはい、あれの題材になった。階段のところ、ね。そう、みたいなのとかは、前ね、撮影で行ったりしたけど。行ったね、6人で行ったか。そういう題材に、モデルになった場所みたいなのは、ちょいちょいあるかな。それはね、でも、だから本当の意味でのあれじゃないもんね。そう、そうね。使ってた場所ではないから、まあ。実在する何かが存在するわけではない、家とかが存在するわけではないから、ね、あんまないんだなって思ったのよ。このニュースを聞いた時にね。まあだから、なんだっけ、目黒のサイレントとかは、カフェあ、はい、とかめっちゃ人気でめっちゃ列できてたとか聞くけど。ああ、まあそういうのはあるかもね、確かに。本当のカフェ使ってたんだよね、きっと。とか、ファンの人だったらもしかしたら俺らのね、なんかミュージックビデオ撮影した場所とかさ。うん、そういうのは確かに。そうね、聖地巡礼じゃないけど、なんかそういうのはあるかもしんないね。うん、今日もそういうのすんの？どういうこと？アニメとか好きじゃん。うん。例えば俺、俺わかんないけど、例えばコナンのモデルになった場所に行くみたいな。行く行く行く。あるんだ。俺の大好きな迷宮のクロスロードっていう、うん、京都が舞台のコナンの映画があって、はいはい、それの、なんか、結構サイトとかでもまとめられてんだよ。ここが、うん。要はもう結構そのアニメの中でも実際の場所をリンクさせて使ってるからたくさん。はいはいはい。だからここはここと同じですみたいなことが。あ、もう実際そのファンの方、マニアの方が。まとめてくれてたりとか。ああ、そういうのが。で、それ見たら本当に一緒だから、うわ、行きてーってなって。あ、近くにちょっと仕事で行ったりとか、なんか機会があったら回ったりしてる。回ったりとかして、だからそれこそなんか、ゲンタ、わかる？うんうん、わかる。あれね。コナンに出てくるゲンタね。え、わかるよ。松田ゲンタじゃない。松田ゲンタじゃない。TJ じゃない、ね。ゲンタが、一人はぐれちゃうのよ。ほうほう。少年探偵団と。はいはい。で、一人だけはぐれちゃって、疲れて座ってたベンチがあるんだけど、それも、実際あんのよ。それってさ、すっごい細かくない？めっちゃ細かい。本来だったらさ、すごい名シーンとかじゃん。そういうところにも行くわけ。なんでもないシーンなんだけど。だよね。そういうことだよ。日常的なシーンのワンシーンってことそ。そういうのもファンの人はやっぱまとめるから。でさ、待って、コナンってさ、そんなさ、さりげないシーンも実在する場所なの。あとほら、エンディングでさ、実写の実景交えてさ、曲中流れたりすんだよ、コナンって。そういうのもあんだ。で、あ、ここのことだったんだとか、それで分かったりとか。え、ゲンタの家のモデルみたいなのない？いや待って、ゲンタの家ってそもそも出てきてんのかな？出てきてないか。出てきてるか。今日が知らないなら、あんまちゃんと外観は映ってないかもね。そうね、あんまない。もしかしたらさ、そのさ、区とか町で言うと存在するかもね。そうね。だから名前も、例えば東京タワーもトートタワーって名前に変えたりとかして。あー、なるほどね。ちょっとこう、変えながら、リンクさせていろいろやってるから。ああ、じゃあもしかして、なんか、あるのかも。うん、じゃあ何光彦の家とかはない光彦の興味あるの？あれはないの？え毛利探偵の探偵事務所。探偵事務所。いや、ないんじゃない？あれとかはさ、いや、熱いね。なんかあったらさ、すっげえ観光名所になりそうじゃない？熱いな、それは。
なんかビルの、あの、工藤亭とかね。工藤新一の家とか。あ、なんか家、うん、ああ、そういうのは、まあ実際はなかなかないか。じゃあ、じゃあ、その、今日もめちゃくちゃコーナー好きじゃん。うん、光彦の家の8億はどう光彦の家です。いやいやいや、まあ、じゃあ、まあ、今あんまちゃんと映ってないかもしれないけど、映、うん、ってて、もうこれモデルです。マジですよ。もう全部一緒なの。もうどう見ても光彦の家だっていう、ね。そう、ホームアローンと違って、ほんと中もそう。買うわけねえだろ。買うわけがないじゃん。ちょっとショックだな、今日ぐらいマニアでコレクター癖がね。何を前のめりに期待してんのよ。あ、なんか。そこの8億はないけど、ホームアローンの8億は行くんだもんね。行かないだよ。不思議でな。はい、今夜も生放送ということで、ラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション、感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com。st@allnightnippon.com。ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールは1通だけで大丈夫です。そして番組では X アカウントもあります。アカウントは、@stonesannsat。放送中、#stonesann をつけてたくさんポストしてください。ということで、ちょっと日をまたぐ前にあれやっておきましょう。あれです、僕たちといえばの田中京本ファッション対決速報これやりましょう、ちゃんと。そうでした。これはラジオではね、ちゃんとやっぱりそうでした。やらないといけないと思ってるんですよ。はいはいはい、まあまあ説明しますと、そのストーンズのね、私田中樹と今日来てる京本大我、普段着がシャバいというかなりシャバ像だという理由で現在一年間、私服をガチるという対決を行ってるんですよ。うん、それが、まあ、その、ルールとしまして、2024年のね、今現在のルールとしましては、お互い同じ仕事がある時だけガチる。だから同じ、二人がいる。俺だったら今日、京本がいる。京本だったら田中がいる。みたいな時だけ、うん、私服をガチる、うん。で、ガチってないと判断されたら、マイナス1ポイント。で、これが、来年の2025年5月1日までの1年間の段階で、マイナスの多い方が負けと。はい。いうことで、まあ、一応前回のラジオが、まあ、1ヶ月弱ぐらい前になるのかな ?3 週間前ぐらい、3、4週間前になるんだけども、うん、そのラジオまでのポイントが一応、京本マイナス5の田中0ポイントなんですよ。ほうほう。マイナス5。うん、これ改めて見ると、うん、あなたのマイナス5やばくて、強烈だよね。しかも、あのマイナス5の、を食らったあなたのタイミング、まだファッション対決 2回目ぐらいの時だった。2、3回目の時ね。5月4日 ?5 月3日 ?1 日に始まってるからね。そう、あなた2日後とかに。で、それで、マイナス5なわけないのよ、本来。本来はね。その、なぜマイナス5になったかって、本来ガチってなったらマイナス1なので、そう。日数的にも3日ぐらいしか経ってないし、多分あったので言うと5月1日とその日の2回目ぐらいの。うん、で、なぜマイナス5になったのかってことなのよ。そのね、うん、まあ、おのおの調べてほしいんですけども、詳細はまあ、ここでわざわざ喋らないんですけども、一つ言うならば彼は罪を犯したという。重すぎる罪を犯した結果、マイナス5を背負ったんですけども、まあ、それはちょっといろいろ、おのおの調べていただきたいんですけど。まあ、かっこいいよね。そう、そう、ストーリーは。で、今日はさ、うん、お互いちゃんと私服まだ見てないじゃない。もちろん。話し合ってないから、ね。これ、上半身は見えてる段階だけど、お互い、全身は見えてないし、うん、なんかわかんないけど、お互いこう、俺がブース入ってくるときとか、こう、なんか、あんま私服ちゃんと見ないようにしてる。そうね。まあ一応ラジオであるかなっていうのもあるし。そうそうそう。あんまちゃんと見ないようにしてるんですけども。今日は大丈夫ですか?先に聞いて。じゃあどっちから行きますか?あ、じゃあまず、僕は一応ちゃんと着てきました。あなたもちゃんと着てきましたね。もちろん。大丈夫です。それはもう。大丈夫なんですね。今日も今日は野球選手とコラボしてる。その、なんだっけ、ヌートバー。ヌートバー?砂利のヌートバー。ヌートバー?アスリートみたいな。今回はコラボしてないです。してないですね。もう俺が入ってきた時に、もうスタッフが、もう湧くぐらい。ああ、ちゃんと、おーってなったのね。ってなったぐらい。俺でも、うなずいてるけど、君らも共犯だからね。はい、本来だったら。ジュリーは今誰も信じらんないよ。そうだよ。俺今善意的だから。そう。まあでも、来てきたんだね。じゃあ、じゃあ、俺から行きますか、パッと。俺今ちょっと上脱いちゃってるんだけども。ごめんごめん。これは、ごめん、申し訳ない。ちゃんと、清掃してください。清掃しないと申し訳ない。このタイミングではね。俺はもう、カーキの、ちょっと待って。カーキのセットアップに、あれ?これです。サンダル?そうですよ。これでもちゃんとした、いつもの黒の、なんて言うんだろう、トイレとか抱くようなサンダルじゃなくて、うん、その、意味があるサンダル?意味があるというか、まあ、色がさ、まずシンプルに可愛いじゃない、これは。
で、かかとまでちゃんと止まってるし、で、カーキで、サンダル NG ってことはないでしょ、これ、オシャレサンダルだから。いや、その、あれだよね、ラジオだから楽だからサンダルにした。違います。あったかくなってきたからです。あったかくなってきたからのサンダルだよね。そりゃそうでしょ。今日もラジオだけだからサンダルで行こうじゃないよね。だって俺知ってる？あなた。あなたがさ、いなかったさ、大阪の初日俺一人誰もいないのにスニーカー履いてきてる。どこまでガチってるかってことよ、俺。そのサンダルは誰から借りたの？俺自分で買ってますから。ちなみに俺だってちゃんとここも、ちゃんと履いてれるやつよ、これ。そうね、使い込んでるやつ。そう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 。これで。でもさ、使い込んでるっておかしいよね。その、ガチる前からもいっぱい履いてるサンダルって。去年買ったかな？ガチってから、履くアイテムになる。めちゃめちゃ、おしゃれ。え、それで言うと、おしゃれ。あなたじゃあそれ私服全部新品かって話なのよ。いやー、これ、やばいかもね。やばいかもね。だって、ガチる前から履いてたサンダルってことじゃない？だから俺これおしゃれするときに履いてたんですよ。おしゃれするときに履いてたのね。そう。それでそんなすり減る、うん、だって普段見てなかったでしょ。そんなにおしゃれしてた。これ普段は見てないでしょ。まあもうあんま見ないな、確かに。ほらでしょっていうサンダルですから、ちゃんとしたブランドもののやつ履いてますから。どうどうどう、マネージャー判断的には。今日ガチってるでいい？はい、まあまあまあ大丈夫。はいはいはい。ちょっと、俺はね、うん、黙ってました。ここ数日、うん。ちょこちょこ会ってたじゃない、うん、ちょっとなんかその、よく見るなっていう服が多い気がしてたの、最近。おほうほうほう。例えば、白 T とか、まあ今日もそうだけど、うん、で、白 T にした黒パン、おうおうおう。もしくはデニムのセットアップ。おうこのパターンが結構俺の中で多発してたんですよ。だから、今日そのどっちかだったら詰めようと思ってたのね。ああ、じゃあ俺それで言うと俺、大阪私服2着持ってった。この間のリアの。ああ、じゃあ、まあ。2日目にあったでしょ、まあまあまあ、そうね。2日目にあったでしょ、 その時がいつもの黒のやつだったでしょ、うん、にスニーカーだったじゃん。うん、で、俺帰り服違うのよ。ああ、それはまあ、いいか。そう。セーフというか合格やな。俺、今日も見たかな、俺、でっかいカバンじゃなかった一人だけ。あ、でかかったね。俺、ジーパンとか詰め込んでるの。一応違う服着たいなと思って。まあまあまあ、じゃあ俺行こうか。いいですよ、見せてください。まあ俺はまず、見ての通り。見ての通りは分からないけど。それで言うとまだちゃんと見えてない。見ての通り、まず俺はサングラスをずっとかけているってこと。俺、サングラスは取っちゃってたわ。取っちゃってた。取っちゃってた。俺はこれが込みのファッションだから。あ、なるほどね。そのためにつけてた。サングラスかけてずっとオープニングから喋ってるってことがまず一つ。あ、そこはもうブラしたくなかったんだ。で、別にサングラスは取っててくれてもいい。それは。一応ドも入ってるんで。あ、そう。一応かけつつ。はいはいはい。俺、あれだからね。あんまりこの土入りサングラスかけないから、うん、さっき家出る前コンタクトしちゃったの。で、俺慣れてないから、ね。慣れてないから。で、マネージャーの車降りるときに、あ、降りるから車、車降りるからサングラスかけようと思って、うん、サングラスかけたの。で、ここ座るじゃん。うん、で、みんなといろいろスタッフさんと喋ってるときに、うん、目痛くなってきて。なんでだろうと思ったら、二重で今、コンタクトと。サングラスをかけ慣れてないからね、そこで。で、なんかそのミスしたの恥ずかしいから、ちょっとトイレ行ってくるってトイレで俺コンタクト外したんだ。まあそんなこともありつつ、で、まあ、ジャケットすごい、ね。俺が前に、うん、表参道でめっちゃ、あ、買っ、服買ったって、その5月3日かなんかの時に買ったって言ってたやつ。めっちゃ買い物したのにその日にファッションをやってこなかったっていうのがあったんだけど、うんうん、まあ今日はその時に買った、はいはい、ジャケット。ほうほうほう。まあ来まして、うん。で、まあ中はまあちょっとこれ無地だけど、うん、まあまあそれはインナーですから。まあ、いい無地です。はいはい。で、まあダメージデニム珍しく、うん。こうちょっと穴は開いてないんだけど、デザインが。ダメージ加工のね。で、靴はやっぱこういうポイントで。うん、あ、これ大好きなんだけど。これ、まあ、なんて表現したらいいんだろうな。何色なんだろうね。なんか、黄土色っぽい色、ちょっとマスタード色の感じ。クリームが混ざってるスニーカー。うんうんうん。で、これでまあ、靴にポイントを置きながら。ルーズ、ラフに見せながら上ジャケットってこと。あ、俺、それで言うと俺もそうだ。この T シャツ俺も、ちょっと数万円する無地の白 T です、これ。どうしたどうしたの？いいやつですよ。めっちゃメール持ってきただけだから。俺もこれ T シャツいいやつ着てます。ほんと？いつもは、ファストファッションのやつ着てんだけども。今日はちょっといいやつの無地、ね、いいやつのちゃんと着てます。うん。で、これはその、どこの番組の作家のやつこれ。ジャケット。これもうマジだから。ガチ、ガチファッション。あ、違うの？ガチファッション。あ、そうなのね。あ、それをガチでやってる。これでもう、入ってきた時にもう、わーみたいな。あー、ちゃんと着てきたよ。みんな、めっちゃスターなんだね、みたいな。めっちゃ言われて。ああ、なるほどね。で、これさ、うん、まあまあ、今日の、まあこれで一応お互いのファッションはいはい、はい、あるんだけども、多分今日もわかると思うんだけど、うん、髪、めんどくさくない？どういうこと？あのさ、
私服がちるようになるとさ、うん、いつもってとりあえず髪邪魔だからキャップかぶったりしてたのよ、うん、いつもって。それができなくなった。あ、なるほどね。いつもだったらこのキャップかぶってたよ楽だし髪邪魔だからっていうのができなくなって、だからさ俺も今日も今キャップ、ま、かぶってないじゃん。ボサボサの髪を隠せないし、そうこれがね本当に実は一番、うん、鬱陶しいなって思った から髪で次多分本当にそろそろ髪をファッションに合わせて感じでセットしてくるっていう。あ、セットもね。そう、そこまで行ったらかなりガチだよね。そこまで行きたいな、うん。今日は一応これはお互いマイナスなしのゼロでいいですか？提案というか、うん、一回俺ゼロポイント戻さない。いや、それは無理だ。あの、それは俺が言うことであなたから言っちゃうけど。中高ですね。うん、その本当に気絶するぐらいモテてたから俺。本当にモテてた話はもうここではキモいんですよ。確かにね。そう。だからそれ、コーチの高校時代教えてほしい。俺の高校時代。それはお前、疲れに行くなよ。いや、もちろん。まあ、最初はオーディションで受かったっていうのもあって、他のクラスの子をなんかチヤホヤし見に来たっていう。これやばいんじゃないか。モテてたの？まあ、それなり。じゃあ、これやばいんじゃない？チーペコさんからです。おい。コーチユーゴさんと同じ高校だったものです、うん、もう恥ずかしい。陸上競技大会で初めてコーチ先輩を生で見ましたが、 100m 走かハードル走競技で、コーチ先輩はゴール手前で大こけしてました。とてもがっかりしました。覚えてる。マジってことじゃん。でそのコーチ先輩を見てた1年生の、やめてよ。俺が授業中ずっと寝てたやつとかさ、そうなんじゃない。お前本当にイケてたもん。お前これ頑張っちゃったんだ。いやいや、じゃあこいつ後輩じゃないわ。やばい。こいつ後輩じゃない。お前やばい立ち回り方してる。こいつ後輩じゃない。皆さん安心してください。そちら側です。皆さん味方ですよ。彼は仲間でした。彼はストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。チーペコにはステッカーあげます。これあいつだいぶ先週やらかしてたよね。めちゃくちゃおもろかった。あ、そうなんだ。コーチのメッキが剥がれて。あ、マジで。オープニングトークで、ね、あれモテるモテない話したの。オープニングトークでギャンギャン剥がしちゃったよ。そのまあまあモテたかな、うん、でも学校結構遅刻していってたからなみたいな感じ。なるほどね。でガチの後輩にどんどんメッキ剥がされて、実はあんまりイケてなかったせいで。リスナー寄りだったんだよね。あそこで、うん、リスナーとコーチの絆が急にガシンと構築されて。うん、なるほどね。そう、今まで リスナーは北斗だけが俺らの味方だったんですけど、うん、コーチが急にあっちの仲間入りを果たしたんです。で、メール読みますね。ラジオネーム、マリリン・ホンソーさんからです。京本さん、うん、ハリーポッターのプリベット通り4番地の家は、8年前に6300万円で売りに出てましたよ。6300万？これ安く感じない？普通に、うん、家ってことでしょ？プリベット通りだから、あれよ。家ってこと？そう、さっき言ってた家だよ、多分。あ、まあ、俺さ、俺、あんまりちゃんと鮮明に記憶ないんだけど、うん、普通の一軒家だとし、普通の一軒家だね。白い。ちょっと、東京だと考えたら安いよね。で、まあ、地方だとしたら、うん、まあ、ちょっといいお家ぐらいの感じじゃない。うんうん、で、ハリーポッターのその家だって、付加価値を考え、付加価値考えたら安いだろ。だいぶ安くない？で、これ、売りに出てたってことは、もう、ん ?8 年前に出てるから、誰か、買われてるんだよね、きっとね。え、これ、あー、これだ。リフォームされたプリペット通り4番地。リフォームされてんだね。あ、でも、あるんだ。階段下の部屋あるじゃん。めっちゃすごいね、これは。すごいね。どう ちょっと待って、だから、今売ってないじゃん。どうじゃなくて。え、これでも買った人がいるってことなんで、これだから、だいぶすごくない中は。どっちなんだろうね。その、ハリポタファンが買ったのか、うん、本当に普通にいい家だなと思って買ったのか。この階段下の感じとかギミックがあって。これ、なになにだいぶ良くない？これが6000。いや、なんか俺は。ちょっと安く感じるでしょ。やっぱ作品。あ、この地域、だから、この地域の相場だから。だから、付加価値で考えてないんだ。関係なく、家として普通に売られてんの。すごいね。いや、安いと思うよ。その作品の規模考えたら。さあ、今日もってさ。いや。買いますか、買いませんか。売り出してないだよ、今。誰かがすごい、こう、幸せな生活を送ってんのよ、ここで今。普通に人生を。急に俺が、今日から住みますって言って入ってきたらやばいでしょ。急に来て、日本から来ました、公共。買いました。でも、そう、普通の家として売られてて、だからさ、普通の家なんだけど、階段下はその、なんか遊び心とついてるぐらいの感じなのかな。なのかな。で買った人がどういう人なのか気になる。確かに、ね、本当どっちなの。でもき
ットマニアじゃない。ファンなのかね。ファンの人たちは、そんなのが普通の相場の家と同じ値段で付加価値関係なく出てたら、そりゃ買うと思う。ファンの人だったらなんかちょっと安心。例えばその、ハリポタ要素をきっと残し続ける。うん、ああ、だから自分の家仕様にせずね。で、もし全然普通にいいなと思って買っちゃってた人だったら、うん、あ、この階段の下のここなんだ、これなしにしちゃおうとかやっちゃってたら切なくない？物入れにしたりとかね。うん、もう買ってるから自由なんだけど、うん、可能性はあるよね。ああ、でもこういう、やっぱあるんだね。すごいね。売り出てんだよ。じゃあ続いてラジオネーム、ウシュマロマシュマロさんからです。京本さん。光彦の家は戸建てで、夏休みにホタルを探しに行く回で登場しています。そうか。ぜひ購入検討を。ああ、どっかにもしかしたらモデルの。いやいやないだろ、モデルは。いや、だからさ、でもさ、それこそさ、別に普通の家をさ、いっぱい建ってるわけじゃん、日本には。新しい家がね。そうね。そこ別に光彦の家モデルで作られてるのが今後存在しても。何を言ってんの、あなた。そうなったらね。変なこと言ってるよ。どっかのこれ企業が建ててくれないかなと思って。思ってるな。いや、まずコナンの家作るだろ。なんで光彦の家作るの？光彦先行ね。なんか、おかしいって、そのビジネスの考え方。一番手が光彦なんでしょ。一番手光彦はちょっとおかしいって。でもさ、めっちゃファンの人はさ、いい着眼点だな。なんだよ、光彦から来たかみたいな。コナンはなんかその、いや、にわかじゃないってな。ああ、なるほどね。いや、でも光彦はないだろ。せめて。ないか、それは。続いてラジオネーム、ルービックさんからです。京本さん。光彦の家買わないって本気ですか？芸能界一のコナン好きだと信じていたのに、心から失望しました。本当がっかりだわ。嘘つけ。いやいや、まあ俺もちょっとね、そうなんか失望した感じありますね。いや、なんか買うと思ってたから。ジュリいつもその質問してくんだよ。なんかコナンの、なんだっけ、靴下買うとかなんか。コナンが履いてる靴売ってたら買うとか。聞いてくる、ね。で、俺、いや、買わないかなって言うと、うん、じゃあ好きじゃないじゃん。ちょっとね、でも俺も正直、それは、なんか、光彦の家は行くんじゃないかなと思ってたんで、わかります。ルービックと多分俺同じ気持ちなんですけども、うん、ファンやめます。ちょっと待って待って。ファンだったの逆に。そう、やめます、みんな。多分、聞いてる人はやめると思いますよ。今日もの、マジでコナン好きなんだっていうことから今日も知った人だって、少なくないと思う。失望する、うん、さすがに。かなり。仕事減ると思う。かなり。そっち周りの仕事。そこまで減ると思いますよ。いや、そう、買うって言ってて買わないって言ったんだったらわかるけど。うん、言ってないから、ね。買うと俺らは心から信じてたから。勝手に信じてるだけだからね、そっちが。ちょっとそれは失望しました。あなた多分、なかなかもう今後、ヒルナンデスのあのコナンの会呼ばれないじゃないですかね。ちょっと芦田愛菜ちゃんの言葉聞いた方がいいよ。その、相手が、相手に自分が期待しすぎてるってこと言ってたから。前に。マナちゃん深いこと言うもんね。深いこと言ってたから。あ、なんか俺も見た。胸に刻んだ方がいいよ。なんか見た。マナちゃんの言葉を。あの、がっかりするっていう、がっかりすることはないみたいな。そうそうそう。こっちが勝手に相手を期待しすぎてただけだみたいな。その状態だよ、今。X でめっちゃバズってたやつ。あれはもう真理だからね。この世の。こっちが勝手に期待しすぎてた。これ勝手に期待してるだけだからね、俺に。じゃ続いては。ラジオネーム、カンパネラさんからです。作品の聖地につ、作品の聖地についてですが、もし、ウォーキングデッドに出てくる刑務所が売りに出されていたら、田中さんは買いますか？そうじゃん、ウォーキングデッド好きやん。めっちゃ好き。それで言うと、マジで俺今、3週目見てます、ウォーキングデッド。めっちゃ好き。で、今、マジでちょうど刑務所のとこなんですよ。じゃあ、その刑務所が8億だったら。8億かー、刑務所で8億はすごいんじゃない？いや、相当面積は正直めっちゃでかいのよ。普通の一軒家なんていうレベルじゃなくて。だからそれで考えたら8億は安い方でしょ？いや、土地とかで考えたら全然安いと思う。うん、さあどうでしょう。ちょっと待って、いや、これ誰か買っちゃうぞ。ちょっと待って、売りに出てるとしてだよね。うん、もう買っちゃうよ、早くしないとこれ。買うわけないよね。今日、現金は元気持ってない。見てよ。元気ないの？俺今電子マネーしかないよ。電子マネー。電子マネーでは無理。電子マネーでは無理。P ではいけない。無理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 。かかりますから、ロックが。俺カード会社から電話来るから。あれ、刑務所より8億使うんですかって。カード会社だから来るから、俺。そっか。いやー、刑務所じゃなかったら買う可能性あるけど、俺刑務所何使い道がわかんないから。そう。怖いじゃん、なんか。いやー、でもどうだろうね。その少年たち2とかも取れるしね。やりようによっちゃ。だから、あ、8億か、うん。だって8億っていうのがさ、あんま現実味ないよね。まあ、まあ、でもその、付加価値とか土地とかで考えたら8億なんて妥当なんだろうけど。うん、あ、俺らにとって現実味ない。そうそう、そういうことよ。なるほどね。
そういうこと。だからその俺の、まあもちろんその払える額の、結構そのギリギリのあれなんだとしたらわ、うん、わかんない。俺君の年収わかるよ。じゃあだから、それはね、それでそれを言ってしまう。いろんなネットニュースが年収を取り上げるからあれだけど、うん、そう、だから俺は、じゃあだからまあ、大体、これぐらいだと、うん。これぐらいだとしたらね。アホや。その、大体これぐらい。はい、これぐらいね。まあまあ、俺らわかるから、ね。これぐらいだとしたら、これなら、前向きに検討する可能性はある。ほんと。うん、じゃあ、ならね、結構好きだね、マジで。うん。それは。し、俺普段そんなさ、何かを、に、こう、浪費したりするのあんまないじゃん。うん、これだったら、一瞬悩む可能性ある。あ、じゃあ、8億だったら買わない。そう。けど、ここ。これだな。これだったら。これだったら行く可能性あるかも、ね。え、これ何？一括？もうでも、その向こう次第だよね。あ、一括だとする。それでいいんだったら。まあでも一括でドンと払う覚悟じゃないとダメか。うわー！まあなんかそのあれだよね。ローン組んでますとかっていうのも、まあダサいはダサいよね。でも。一括で行ってほしいよね。検討はするって言ってるけど、その前向きにではないかも。なるほど。なんか、なんとかし断る理由を探すような検討の仕方をすると思う、ね。なるほどね。刑務所だもんな。でもそう、刑務所っていうのがね。そうよ、住めないからね。そ う, う, あそう、だから、光彦の家と、同タイミングで書いて、一緒に書いて。だったら俺も、そのなんか、江戸川コナンの家にして攻めて。そう、なんか、ウォーキングデッドの刑務所と光彦の家は。いや、だから光彦の家と一緒のタイミング、一緒になら行きたい。いやいやいや。光彦の家がこれで、刑務所のこの額なら俺は行く。そう、ワールドワイドだったらもっと俺もアベンジャーズとかそっちも行きたいし。なんでそのコナンのなんか、光彦のみたいな。ウォーキングデッドと違いすぎるじゃないですか、この話が。で、だいぶウォーキングデッドの刑務所ってだいぶインパクトあるよね、うん、あれだから。まあまあまあね。うん、だから、光彦と行くなら俺は行くから。光彦行くなら行く。だから、光彦は、まず、アニメだから、そこにいたとかでもないし。使われてはないから、ね。使われてないのよ。いや、光彦行くなら、わー、わかりました。だから、カンパネロさん、光彦行くなら行きます、俺は。ずるいて。光彦行くなら行きますよ。まじ、この数字俺口に出すよ、これ。いよいよ。この額ね。この額を。いやー、まあ、でも俺、確かウォーキングと刑務所は結構いいラインだわ。俺結構本気で好きだからさ。しかもまさに今見てるから結構ホットなんだよね。じゃあここで行きますか、お知らせ。はい、じゃあここで番組からお知らせです。再来週ですね。再来週の6月15日の放送はスペシャルウィークということで番組にゲストが来てくれます。この方です！スーパー8、大倉忠義！ということで、ちょっと前にですね、ラジオに出してほしいっていうのを、大倉くんは言ってくれていたんですよ。そう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 。あの、X のスペースなんか言ってくれたり、直接俺にも言ってくれたりしてたんです。仲いいもんね。そうそうそう。なのでこの方が来ます。トヨシ来てくれます。もう俺はまあその先輩がねって呼んでよなんて言ってくれたらそれは答えないわけにはいかないと。はいはいはい。それはね、まあお世話にもなってますし。いや嬉しいね。この方に来ていただきます。トヨシ言ってない。来てくれます。大倉くんがスーパーエンドの大倉くんが来てくれるということで。いやいや、今日ももう名前コールしてみてよ。じゃあこの方が来てくれます。大倉だよ。しんどいってもう。あと45分でっていうとこなのにさ。そんな負担ある？これちなみに、まあ僕は、まあファンの人は知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、ここ1年ないぐらいか、1年、3年ぐらいかな。うん。で、かなりぐっと仲良くなって、最近は本当に何気ない電話や LINE したりするぐらい。なんか YouTube の動画でも電話してた、ね、ああ、してた、してた、してた。で、まあ、仲良くなったので言うと、あと、2年目のドリボ、だから2年前ぐらいのそのドリボ、うん、風磨とやってた時のドリームボーイズっていう舞台の時に、大倉くんが来てくれて、そこでなんか、まあ挨拶とか今までしたことあって、うん、ちゃんと話したことなくて、でそこで挨拶行ってそのまま話した時に、まあなんかすごくいい意味で大倉くんってめちゃくちゃ隙がある人で、うん、そこでなんか、あ、この人ならすごいラフに接する先輩だと思う。何か失礼があっても、なんかこう、こっちがこう、やべって思うような人じゃなくて、全くそういうのいらないみたいな人だったから、
あ、仲良くなれると思ったのがきっかけで、そっから半年ぐらいですごい仲良く、すごい柔らかい人だよね、すごい人、なんかちょっとね、なんかふわふわしてて、でも大倉くんもめっちゃジュリのこと好きなんだなってわかるよ、だってマジめっちゃ楽屋遊び来るやんジュリのこと探しに来る、で隣に座ってくれて、ね、ずっと喋って、めっちゃ好きなんだなと思って、この間の大阪も2泊したけど、俺ね 2泊とも2日間とも夜大倉くんと一緒に部屋で飲んで、あ、そうなんだ、そう、寝るギリギリまで飲んでたりして、そう、かなり仲いいんだけど、他のメンバーでいうと、まあ、今回のとかでなんとなくお話ししたりとかっていう感じよね、そうだね、友とかも、うん、で慎太郎が最近ちょっと大倉くんと仲良くなったりし始めてる感じの、まあ交流がありまして、まあ一応アイドルとしても、まあそれはもちろん大先輩ですし、うん、ただちこれもう一個乗っかってましてね、うん、このまあリスナーリトルソンとか普段このね「オールナイトニッポン」聴いてる人たちは結構胸熱だと思うんですけども、うん、この枠の前任パーソナリティなんですよ大倉くんは。あ、そっか、そうそうそう、そうオールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くんをやってたから、うん、そうだ、俺はそこ引き継いでる形になるから、そういう意味でだいぶ胸熱なゲストなんですよ、すごいちゃんと深いつながりがありましたね、そうサタスペの兄貴ってことですから、本当であれば本来ならもっと早くに呼ぶべき人なの確かにだって2個もつながりが、俺ら何年やらせてもらってんだっけ、もう今、5年目入ったか、4年経って5年目入ったかやっと呼ぶの1年目に割と最初のスペシャルウィークとかの方に呼んでアドバイスとかもらって頑張ってね、うん、っていうバトンをやったりするのよ普通はね、何このタイミングっていうタイミング、なんかそう、なんか気づいたら4年経っちゃったら、まあまあまあしょうがないのか、そうそうそう、まあただね、うん、うん、まあこう、まあ仲良くなったとか大倉君が呼んでほしいって言ったのもあったからこのタイミングにはなったんだけど、うん、とはいえなのよ、その大倉君を差し置いて俺たちスペシャルウィークにそのアヒージョ作ってなすなかさんの無駄遣いしたりとか、のびのびやってたね、うん、鬼めちゃくちゃ頑張って収録して鬼退治したりとかあ、なんかやってたね、あとは本当によくわかんない誰も知らないね、あのアフターパーティーでひまわりの種食べたりとかしてたのよワンちゃん大倉くん切れてるからねなんで俺この、そんな人じゃないだろ、なんで俺このタイミングみたいな、だからまあ、うん、番組にね、直属の先輩が来るっていう。うん、まあでもよかったじゃん。こう、仲良くがなってさ。そうなのよ。来てくれる方が話しやすいし。序盤に来て、なんかぎこちないよりは、うん、ね、今の方が。ベストタイミングなんだよ。そう、俺、だってもう、最近、ずっと大倉くんとタメ口でもう喋っちゃってる。本当だよね。気づいたら。最初はタメ口と敬語がこう入り乱れてたんだけど、うん、気づいたらもう最近本当に。それはどっちなの？その、意識的にタメ語に完全に切り替えようとしたのか、うん、自然ともタメ語になっちゃうの。一回普通にプライベートで焼肉食い行って飲んでて、うん、その時にまあまあまあお酒飲んで二人で、うん、でまあお酒飲んでるからなんか敬語を使うその脳みそを働かせるのがめんどくさくなっちゃって、うん、そんな理由なの？もうめんどくさくてタメ口その日、なるほど、ね、その日の飯はずっとタメ口で喋ってて、そのまま飲まれてみたいな感じ、翌日行こう気づいたらみたいな感じだったんだけども。たださ、その先輩来るときってどういう感じだったっけ？最後っていつ？藤ヶ谷くんかな？ 2020年が最後の先輩？藤ヶ谷くんが多分最後。俺がいたときだよ。そうだよね。あ、そうだそうだそうだ。あれが最後。ミュージックソンのときね。そうだそうだ。ちょっと前ぐらいにいろんなアドバイスをいただいたみたいな。それからは、風磨とか、あとは、騎士とか、あと、トラビスジャパンも一回。ああ、そうだ。使命とかか。ぐらいだよね。その、同じ、直のつながりみたいなことで。あれ、風磨2回来てたりする？風磨は2回来たね。風磨は2回来て。あれ、騎士は2回か。騎士も2回。風磨も2回。あと、それおかしくない？あとあれか、高橋恭平も来たの。あ、高橋恭平。うん、何話のね。うん、もう来たんだけど、多分、先輩っていう意味で言うと藤ヶ谷くん以来。だから、2回来てる人が出てきてるっていう、その疑問が俺すごいんだけど。大倉くんとは呼んでないのに、俺ら本当に、おかわりしちゃってるの。本当に、うちうちでやってるの。人見知りすぎないみんな。1回さ、マジで、その、全然まだ呼びたいんだよ、うん、俺ら。そうだよ、だって、違う、本当に全然、風磨と騎士をまだ、ね。あ、まだね、その2人をね。そう。俺ら一度書こうとそこで永遠回すから。なるほどね。全然。飽きないもんね、あの2人は特に。全然まだこするって、マジ、まだ全然味するから、あの2人。うん、でまあ、その久々の先輩ってことだけども。うん、まあ、
仲がいいとはいえね、まあそのいろいろサタスペの兄貴でもありますし、うん、やっぱ直の先輩でもあるし、まあ当日はもう一人メンバーがいて俺だけじゃないんでね、うん、いろいろお話ししながら、うん、まあなるべく失礼がないようにというか、そうね、うん、まあなんか楽しく楽しんでもらいたいし、ね、うん、なんとなくこう、あ、いい、なんか任せてよかったなみたいな風に思ってもらいたいよ、ね、ちゃんとこの枠やってんなこいつは、そうとか、うん、なんか俺らの時とは違うけどまたいいよなみたいな感覚に。なってもらえたらいいなと思うんで。どうするんですか？タメ口で行くんですか？俺は、ああ、どうしようかな。難しいよね。でもなんか、うわあ、入り乱れるパターン。入り乱らさせようかな。入り乱れさせようかな、うん。そこちょっと、あれだよね。定めといた方がいいよね。じゃあ、じゃあもう、多分最初の挨拶とかはやっぱり、じゃあ、大倉くんに来ていただきました。大倉くんよろしくお願いします。とかやって。うまいね。で、その、近況というか、大倉くん、このラジオ聞いたことあります、うん、ないよ。なんで聞いてないのみたいな感じで。だからやっぱ、ジュリのファンも、大倉くんのファンも、普段の二人も見たいのもあるから、うん、入り乱れさせて。入り乱れは最高だと思う。ただ服装だけちゃんとした方がいいよね。服装ね。虚無がいないとはいえ。ああ、じゃあ、俺がいるときパターンで。んな方がいいかな。で、それより、多分、どっちかというと私服というより、清掃あ、じゃあもうほんとスーツとかそういうこと？まあワンチャンタキシード。言ったな、マジで。ワンチャン。俺はいけないけど、多分。ちゃんと見てたよ、みんな。ね、俺でもほんとにスペシャルウィークにスーツ着てきた伝説の男だから。それでもそんぐらいの感じじゃない、うん、だからまあ、タメ口タキシード？いやいやいや、矛盾してるって。タメ口タキシードじゃないかな。矛盾しちゃってるって、それは。多分タメ口タキシードで行きたいよね。もう一人の相方は、だから警護私服になるんだけども。警護私服のタメ口タキシードが先輩を迎えするスペシャルウィーク。反転させるの、そこで行くかもしれない。大倉くんどうするかいい、うん、大倉くんはでも難しいよね。そうなってくると。何で来ていただくか。幼稚園児の格好とか。大倉くんに縛りは貸さなくていいんじゃないかな、そこは。体重か。なんで、ちょっと可愛げあるコスプレなの。ちょっとそっち行ってほしいね、やっぱ。大倉くんになんか面白い服着てきてって言っとくわ、じゃあ。で、英語縛り。じゃあ、大倉くんに縛りを貸す必要はないから。うん、意味ないんだ。はい、ということで、はい、まあじゃあ、再来週の6月15日のスペシャルウィークの大倉くんが来てくれるということで、皆さん、お楽しみにということで。ほい。はい、じゃあ今日も。まさに今話題に出てる、感謝祭、We Are。あ、はいはい。東京と大阪とやらせてもらいましたけど。終わりましたね。おととい終わったのか。そうだね。2日前かな。ね、うん。大阪2日間やらせてもらっていて、うん、で、そもそもさっき話出たそのファッション対決。うん。俺とジュリの戦いが始まったのも、実はこの We Are が。のリハーサルが。きっかけだった。始まりだったか。そう、東京公演の時に、うん、全体のリハーサルの時に俺が着てるジャージを、うん、やめてくれと。ちょっとやめてくれと。うん、周りのみんな、めっちゃかっこいい服着てるんだけど、ジャージはやめてくれっつってね。って言われて、うん、だったらジュリもちゃんとやろうよってとこから、始まったね。始まったじゃないですか。ね、うん、まあいよいよ。まあ俺からしたら、うん、まあ、最初の大会みたいな気持ち、うん、この大阪が。あ、そうだったんだ。だから、要は、一回俺東京でその、指摘されてるから。ああ、なるほどね。はいはいはい。こう、生まれ変わった自分で、で、ウィーアーに臨むって。ウィーアーの、全タレントの前に出てくるっていうのが、やっぱ俺のまず第一イベント、一大イベント。自分の中であったんだ、その何か。あったんですよ。だから、お気づきですか？何ですか？俺一回もサングラス外してないよ。裏で。楽屋でずっとしてたね。楽屋でも、うん、もう廊下出ようが、うん、ステージ上でリハしようが何しようがずっと。誰にいつ会ってもいいようにしてたってこと？そう。もうだからもうおしゃれなんだって思われたい。取り替え、確かになってちょっと見つめ直して取り返そうって思ったわけね。そうそうそう。うん、だからやっぱ、もしジャージの印象がついちゃってたら、うん、誰か他のグループの誰かに、うん、やっぱそれを塗り替えたいから俺も。だからなんならあれは、上書きしたい。あれはちょっと俺のリハーサルの時のジャージだったんだ。そうぐらい。いつもあれなわけじゃなくて、あ、はい、この大阪で見てる京本が普段の京本なんだろうなって思わせたい。ああ、なるほどね。から、上書きしたかったんだ。まあ、俺の好きなロックティー着て、うんうん、で、ちゃんとデニム履いて、うん、スニーカー着て、うん、で、サングラスかけて、サングラスかけてた、で、腕時計もして。あ、腕時計も覚えてる。っていうので、もうずっと行動してたから。うんうんうん。で、まあ、ジュン君がね、うん、こう、ダメ出しするときだけ、一応外したりとか。いや、そのあれよ。人で選んでるわけじゃないんだけど、うん、そう、先輩に対してってことね。で、ちゃんとした、反省会みたいな場だからね。そう、反省会の場だし、うん、やっぱ土入りだから一応かけてはいたいんだけど、うん、
え、なんかあいつなんでサングラスしてダメ出し聞いてんだって思われても申し訳ないから、ちょっと。松本潤君にね。一応その時だけ一瞬外したけど、うん、基本ずっとかけてました。はいはいはい。っていうことがまあありながら、なんかそんな記憶なの、まあ、大阪公演もファッション気合い入れてたんですけど、うん、まあ、あとやっぱこの大阪公演で言うと、やっぱご飯が豪華。あー、そう。結構食べました。そうだったね。だからもうあの、俺らのライブとかももちろんいつも豪華にしてもらってるけどさ、このいわゆるケータリングってあの、ホットミールっていうの、うん、なんかこうご飯がね、こうお魚があって、お米があって、水汁があってみたいな。あったかい、うん、ちょっとこう一つワンプレート作れるぐらいさ、うん、用意してもらってるじゃん。はいはいはい、美味しいやつをね。プラスアルファでさ、なんか屋台みたいな。屋台がなんか3つぐらいあって。ちょっとだからこの、裏でもほんと見えないところにちょっと お祭りみたいな感じにしてくれて、うん、俺らのモチベーションも上げてくれる感じの作りになってたよね。お寿司のエリアと、うん、だからもう、うどん、そうだね。カスうどんと、たこ焼きとか、こう、うん、もう本当に大阪らしいものとか。ちょっと名店のみたいな感じだったよ、ね。名店のとか、うん。あ、ここのやつ食べれるんだ、みたいなことがあったりして。はいはいはい、うん、で、俺、大阪の、お昼か、うん。お昼、あの、ケータリング行ったら、うん、寿司ってあって。あったね。大好きだから、うん、寿司食べようと思って、うん、目の前行ったら、なんかいっぱい張り紙で、うん、なんか、一人三貫まで。ああ、あったあった。まあ、あの、人数多くて足りなくなっちゃうと困るし、時間もあるから、みたいなね。一人三貫って俺言っちゃったの。もっと食べたかったんだ。だって、お腹いっぱいならないじゃない三貫は。まあまあね、三貫はそう。でも確かにいっぱいね、タレントさんいるから、三貫とかルール設けなきゃいけないのもわかるんだけど、うん、ついつい三貫って言っちゃったの。つい、その、もっと食べたいぞっていうことで。そうそうそう。だってネタはいっぱいあったの、種類が。10種類以上あったよね。あったから、うん、それで3は濃すぎるやんって思って。選べないよ、うんうんうん。って思ったら、あの、大将っていうのかな、うん、が、握ってくれる人、ね、あ、別に気にしなくていいですよ。ああ、言ってくれたんだ。言ってくれたの。多分そんなに人もいなかったからとかあるんじゃないこの、うん、並んでなかったとか。まだね、始まったばっかだったから、うん、余裕があったのかもしれない。うん、それで、あ、いいんですかって言って、うん、じゃあこれと、これとこれと、もう覚えてる。これとこれとって言ったら、うん、え、今何巻ですか10巻です。びっくりしちゃう。それ大将もね、多分、混んでないからいいよって言ってくれたんだけども、さすがに10巻じゃない。俺らが行った時、まあまあ待ったから。大将10巻一人で握るからね。で、まあ、10巻大丈夫ですかねって言ったら、うん、あ、まあまあまあいいですよって言ってくれて、うんうん、で、10巻取って、はいはい、で、カスうどんの方もあったから、うん、カスうどんも食べたかったからいただいて、うんうんうん、で、カスうどんも1人前と、はいはい、寿司10巻っていうのが俺のお昼ご飯。はいはいはい。で、まあ、ライブやりますよね、うん。で、ライブ終わった後も、まだいてくださってた。あったね。優しさで。うん。だから、これはやっぱね、夕食も、やっぱ俺ら食べたいし、うん、その日帰る。ここで食べちゃおう。その日帰るあれだったから、家帰るぐらいだったら今食べちゃおう。そうそう。と思って、で、もう一回お寿司のとこ行って、うん、これどんぐらいいけそうですかって言って。大将多分ね、心の中で、こいつまた来たよ。10巻野郎来たなって。うん10巻頼まれんじゃねって思ってたよ。まあでももう終わりだから全然いいですよ、みたいな。ああ、もう、なるほどね。逆に、そのネタを残しといてもあれだし、みたいなことかな、うん。ってなって、あ、じゃあ、これとこれと、これとこれ、つって、うん。で、さっき気づかなかったけど、芽ネギあるんすかとか。ああ、あったね。で、何巻すかさ、10巻。夜も、10巻。で、まあ俺トータル1日で20巻食ってるってことだよね。まあ、多分、めちゃくちゃルール違反なんだけど。そうだろうね。だって3巻って代わり紙あったもん。だから俺3巻しか食ってないよ、寿司は俺。あ、ほんと、うん、偉いね。そうよ。で、俺行った時、まあ、まあまあ人いたからね。足りなかったんじゃない？いや、だから俺。もうちょい食べたかったでしょ。行きたかったけど、まあ別のもの、うん、普通のホットミールとか、たこ焼きとかも食べて、なんとか別のものでこう、お腹いっぱいにしたよ。言ってくれたら取ってきたのに。俺は10いけるよ、みたいな。いや、それでさ、で、やっぱ俺、その、お寿司と、なんかあったかいもの、あ、まあ、ちょっと欲しくなるから、汁物というかね。ってなると、やっぱ夜ももう一回カスうどんかってなって、カスうどん行こうとしたのよ。はいはい。そしたら、やっぱなんかその、俺、本当に戸塚くんとか、その、ABCG のね、うんうん、仲いいから、戸塚くんとか、あと、いわゆる京本会って言われてる、宮近、ね、締めかけ、うん、松倉、うんうん、以外とほとんど喋ってないの。おう、はい、人見知りだから。うん、そしたら、やっぱその、カスうどんの前に、八乙女ひかるくん、平成ジャンプ。はいはい。が、いらしたの。あ、いた、多分俺の後ぐらいだな。ほんと？多分。うんうん。そう、立たれてたわけ。うん。だから、一応そのなんか、それを差し置いて、俺が注文すんのも、良くないから。ひかるくんは悩んでたのかな？どう食べようかな。どういう状態かちょっとわかんなかったから、ひかるくん、ひかるくんに、え、頼みました？って言ったの。うん。そしたら、うん、食べるって言われたの。うんうん。噛み合ってないな、と思ったの。頼みましたか？そう。あ、はいはい。頼みましたか？って言って、うん、食べるって言われて、
どっちだこれ、うん、頼んでんのかどっちか分かんないな、うん、って思いながらも頼んだと仮定して、うん、俺はもう自分の分頼んでみようと思って、うん、ですいませんって行こうとしたらヒカルくんがあ一人前一つくださいって言ってくれたの、うん、でえ優しいと思って、うん、なんかその俺が頼むって分かって、うん、多分言ってくれたの、あーあーはいはいはい、ヒカルくんやっぱ優しいなーと思って、なるほどね、で俺がそのお店の人に、うん、あ、でもそれ半人前で大丈夫ですって言ったの。うん、あ、お寿司も食べたし。そうそうそう。もうはいはい、お寿司10貫あるし、うん、ちょっと夜は半人前で大丈夫ですって言ったら、うん、ヒカルくんが、いやいや、一人前でって言って、うんうん、ヒカルくんが頼んでた自分のやつを、俺、半人前に変えようとしてた。今日は全然俺の分じゃなかったなるほど。注文が。で、逆にヒカルくんはすいませんって、うん、ヒカルくんが頼むからキョモンが声をかけてくれたって思ったんだろうね。あ、そうそうそう。あ、そうだと思う。うん。で、哲学でする。食い違いが起きた。食い違いが起きちゃって、うん、で、あ、そうですかってなっちゃって、俺も。うんうん、その、あ、ヒカルくんの分だったんだってなっちゃって、うんうん、だったら急に半分減らしちゃったのは申し訳ないって思いながら、あ、じゃあ俺は、もう一個別で半人前くださいって言って、で、向こうも、あ、わかりました。じゃあ一人前と半人前ですねってなったんだけど、そっか、もう二人で下向いてる。だから、今日はその状態だけど、多分、ヒカルくんも同じ状態だよね。すみませんって、あ、京本申し訳ないね。うん、あ、俺一人前で。うんうんうん。って言ってると思ってるんだけども、そうそうそう、いや、それ半人前で。あ、違う違う、俺半人前じゃなくていいよ。俺一人前でいいよ。ってなって、うん、京本が気づいて、あ、それ別にもう一個半人前で。あ、それ、今日もの自分のだったのっていう、いう状態が、ヒカルくんにも起こってるってことだもんね。とんでもないボタンの掛け違いが起きて、うん、で、そっからもうなんかそのお互い、もう出てくるまでずっと下向くみたいな、っていうので、やっぱ話せないな、みたいな。ちょっと無理しちゃったな、みたいな感じが。結局喋れないんだな、俺って思っちゃった。あ、無理。先輩と。無理したのに、無理したちょっとコミュニケーションが掛け違いが起こっちゃったからね。本当だから、ジュリーとかすごいなと思う。だから大倉くんと、うん、そうやってすげえ仲良くなるじゃん。うん、やっぱそういうの羨ましいんだよ。で俺そうね、俺ジュン君のもすごい仲良く。ジュン君とかもそうじゃん。うん。あ、憧れのメンバーです。死んじゃうやば。そう。そんなことがありましたよ。実は。まあ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 でも、ソンズって割とこう身内でね、6人でいるからね。サタデースペシャル。いてる。これ糸？糸だよね。この糸は。うん。始まってるよ。長いって始まってるよ。もう違うよ、もうラジオ始まってるって。高音出づらい人だ。高音出づらい人だ。口笛の高音難しいから。始まってるよ。もう喋りな、そろそろやばいから。きついな、歌回しはきついな。歌回しはきついな。この人こういうの始めると本当に長いから。長いって。もう俺だって慣れてないじゃん。新しいパターンだな。なんかまた口笛って。もう頑張ってよ。セコンドいったら最後まで。最後まで笑っちゃってるか。笑っちゃってる。自分はやっべえやっべえやべえ。始まってるよ。言ってんじゃん、ずっと。FM93 AM1242 京本1994。この時間は京本大我のオールナイトニッポンを生放送でお届けしております。やばい放送だよ、本当に。いや、これね、お届けしてるんですけど、これ、言っていいのかな？何あの、ちょっとトラブルと言いますか、メールが来てなくて、本当ならもう届いてるはずなんですけど。結構マジやろ、俺じゃん。あ、こっちです。何？いやー、間に合いました。ということで、ちょっとメールを紹介していきたいと思いますと。本当にそういう新聞みたいな感じで。郵便で来てるってこと。ラジオネームピアノのレ・シャープさん。キョモメロロン、こんばんにょ。
うちの学校ではもうすぐ体育祭があるわ。クソダリーニャ。キョモメロロンは体育祭の時どうサボってましたか？なんでさ、キョモメロメロンパンの体育祭エピソードが知りたいにゃ。なんでこう、もやっぱり。なるほどね。そうか。口笛で始めるようなパーソナリティ。まあ確かに体育祭ってね、まあ僕も結構億劫というか面倒に思っていた方ではあるんですよ。運動があまり得意じゃなかったので。だからまあ、なるべく雨降れとは思ってましたし、うん、実際に雨で中止になったことも確かあったかな、堀越の時とか、うん、あったと思いますけれども。まあでも本当に仕事って嘘ついてね、よく中退じゃない、早退してましたね、当時は。やばいかも、今どうする、うん、仕事行くんだぞ、みたいな顔して、よく早退してましたけれども。まあ、家で DS やってましたね。さあさあさあ、続きまして。ラジオネーム、お茶の水全部飲んでみたさ。キョモメロタン、こんばんみょーん。お茶茶だよ。変だな。キョモメロタンは今年のゴールデンウィークはどう過ごしたにょ。ちなみにユタチはね、キョモメロタンのお迎え渋谷君を見ながらむっちゃキュンキュンしてたっぽよ。これからもキョモメロタンのご活躍を応援してるぴょーん。俺あんまこの言わないでしょ、キモいって喋るから。ゴールデンウィーク何してたかって言われてもね、変って言い方してるけど、ちょっとキモいよこれは。スケジュールがパッと思い出せないけれども、まあでもそうね、まあそこら辺付近はやっぱりコナンの映画をねこう見に行ったりとかっていうのはよくやってましたけれども、まあ、あと美味しいものを食べに行ったりとか、まあ、なんか俺にとってはもう本当に常にゴールデンウィークみたいな状態だったので、まあ結構楽しく過ごしてますし、まあこれからもね明日以降も楽しく過ごそうかなと思ってますよ。なんでこんな変なリスナーが集まってんだろうね。ラジオネーム、イルカの背骨さん。京本さん、こんばんは。いつも可愛いラジオありがとうございます。マートウォッチ。あ、やっぱキモかった。やっぱキモかった。今週のテーマメール、京本大我を文房具で表すならですが、変なメール。私は定規だと思います。理由は、京本さんは物を測るのが好きそうだからです。何好きそう。最近京本さんが測ったものはありましたか？ちなみに私は、たい焼きの大きさを測りました。ねえ、メールのテーマってあった、ね、メールテーマってあった。まあでも確かに、定規っていうのはすごい、こう、いいとこついてるなっていうふうには感じまして、まあ物測るのが好きそうってまさにそうなんですけれども、物測るのが好きそう、うん、最近は、なんというか、こんなこと言ったらちょっと恥ずかしいかもな。まあでも、嘘つくのもあれだし、うん、好きな人との心の距離を測ったというか。照れて泣いてくれるかな。まあそういうね、目に見えないものもたくさん測っちゃうんですよね。今までじゃありえなかったけど、照れすぎて俺めっちゃ目やってんだけど今。ということで、あ、引き続き京本大我への電子メールを募集中です。なんか気づいたよね。受付メールアドレスは cs@allnightnippon.com cs@allnightnippon.com カオスソルジャーの頭文字を取って CS となってます、うん、懸命に京本大我と書いて送ってください。そして番組では、京本大我への電子メールを募集中です。受付メールアドレスは cs@allnightnippon.com cs@allnightnippon.com 懸命に京本大我と書いて、うん、ぜひ送ってください。これ2回聞いたよ。2回聞いたよ、同じこと。静かに。俺に言ってる？ついに来ますね、これ。いや、コーナーの時間です。日々ミャーおおおなんでこあんまり言ってるから、いつまで落としてるかね、日々ミャー、ね、日々カオス。京本大我の日常を送ってもらい、京本大我という人間の理解を深めるというコーナーです。それでは早速いっちゃいましょう。甘神して自分で笑うなって。ぼんじりしか勝たん。早速目隠しをしてスイカ割りをする京本大我。目隠しでスイカ割り、どっからでもかかってこいや。スイカ割り、スイカって戦ってる感覚だったんだね、あれ。そうですね。やっぱりね、血が騒ぐというか、なんかこう、
目隠ししちゃうともうほんと戦闘モードというかね、なんかその聞いたことないけど、ね、どっから来るかもわかんないから、もうこっちとしては、まあ、気配は感じられるんで。あなたが行くんだよ、スイカ割り。だからまあ、かかってこいやって気持ちではありましたけれども。スイカ割りはあなたが行くんだ。なかなかね、こう、向こうがビビり症なのかな、なんかあんま来なかったんで。向こうは来ると思ってる、うん。ああ、待ってたけど来ないんだったら行っちゃうよって感じで、まあ一発でポンと仕留めてやりましたけれども。それが正しい。まあまあまあ、またいつでもかかってきてくださいということで、続きまして。ラジオネーム、リンゴ輸送士。カップ焼きそばを食べる京本大我、うん、焼けてねえぞこれ焼けてないでしょ、焼きそばとかって違った、びっくりですよね、そのネーミングがね、カップ焼きそばってこう焼きって入っちゃってるんですかかわらず、まあ、食べたことがない、その中、まあ、説明をこう読みながら作ってたんですけど、まずお湯を入れてください、何分で、お湯入れてなんか待ってください、ま、待つのと思いながら、まあ、待って、で初めてだ、まあ、こうなんか外してください、 1,2,3 とか書いてあるからなんか外して、うん、そしたらお湯を出してくれ、うん、でお湯を出して、でなんかそしたらもういよいよふりかけを振ってくださいみたいな、うん、これ焼いてないぞいつ焼いた、これ今 いつ焼いてた今っていうことで、そういうものだから、カップ焼きそばってやっぱ嘘の商品なんだなっていうふうにすごい思って、全然違いますよ、そんなことない、でもそれをなんか平気で何も疑問を持たずに食べてるこの国民というかね、なんかみんなにすごい腹立たしさというか、いいね、それはそういうものだから、さすがにそれは舐めやがってなと思いましたけれども、カップ麺でもあれ焼きそばと同じぐらいのクオリティのものだから、俺の中でものだから、カップってどうしてもなんかこうもっとこうこじんまりしてるイメージでもあるし、 あれがカップとそもそも言うのかなっていう箱焼きそば、箱ゆでそば、箱ゆでそばじゃねえかなとしか思えないんですけど、あれでうまくて大満足なんだけど、ちょっとね、やっぱそういう世の中の不思議というか、こう変えなきゃいけないことって本当山ほどあるなっていうふうに今思いましたけどね。まあまあまあ冗談です。そりゃそうだよ、あんだけうまいんだもん。まあということで、あ、メールは以上。ということで何に驚いてないの、メールは以上なんですね。じゃあ cs@allnightnippon.com、 じゃあ cs@allnightnippon.com、 カオスソルジャーの頭文字を取って CS となってます。懸命にカオスと書いて送ってください。いつものことじゃん。ということでね、ちょっと寂しいな。お送りしてきた京本大我のオールナイトニッポンなんですけど、うん、じゃあここで一つ、そろそろお別れでしょうか、お別れじゃないでしょうか、ん、クイズ出されてるのリスナーとかはクイズ出されてるの、これ答えは彼だけが知ってます。その彼とは、この後番組を担当するまさか俺のことストーンズの田中樹里さん、ちょ知らない知らない、びっくりしてるから今クイズになってんのとかびっくりしてる、田中樹里さんが教えてくれますんでということでここで一曲、マネスキンでスーパーモデル。俺に負けんのやめて。ストーンズ日記、金太郎系女子。今日のオシャレポイントは、俺のイニシャルのアップリケを縫い付けたへそ出し T シャツ、ケミカルウォッシュのマイクロミニデニムをジャストサイズで着こなす、腰にはウエストポーチ、紙粘土で作ったユニコーンのブローチがマストアイテムだ。ダサボーのジュリとの勝負の結果はもちろん俺の圧勝、華麗にウィーニングランを決めるノーファッションノーライフいやもうじゃ何言ってるか分かんないよ俺もう、なんかアップリケを、うん、縫い付けたへそ出しで、へそ出し T シャツユニコーンかどうとか何か言ってたよね紙粘土で作ったユニコーン、それってもうもはやおしゃれではないけどねきっと、もう自分のね、自分の好きなファッションで気合を入れてるならそれは。こだわりがある。うん、それは全然いいんだけども、もうもはや何を言ってるかあなた自分でもわからない。俺もわかってない、正直。だから T シャツ出たの金太郎のあのイメージってことでしょ？そうですね。あのイメージってことでまさに。で、そこに紙粘土のユニコーンのなんとかみたいなブローチを。それは絶対に合わないし。わかんない。見てないんだからまだ。まだこだわってるならいいけど。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ね、またやんの？まだやんの？もういいってさっき2回もやってんだから
オードリーさんが大きい声で持って早くつけた人とかがさ、怖いって。口上だけ聞かされてんの。もう、いいよ。ほら、リベンジしてもできないじゃん。ちょ、強いよ。もうダメ。もう終わり。もう終わり。いつかあんな、誰か、ウォーが絶対出ないんだから。ラストね、これラストチャンスよ。そこ。はい、終わり。はい、終わり。一生出ない。あー、悔しい。むずいからね。いける?いやー、俺はいけんじゃない?ごめん。笑うと口べった音出ないからね。ごめん、ちょっと待ってね。よし。これ、できる人いんの?人間で。難しい、ね。できる人間いんのか、これ。なんか、行くぞって思うぜ、確かに難しい、ね。口笛の範囲超えてるね、音域が。急に。これスタッフでできる人いる?今ちょっとそっちでみんな、おのおのやって。できそうな人は来てる。できそうな人いる?できそうな人いる?このキーだよ。いけそうな人いる?誰か。あ、俺いけるわって。お高垣くん行けんぞ。ぜひぜひ。嘘つくね。綺麗な。来てみ?綺麗な糸聞かせて終わりたいよ。ちょっと一回。降りなすのは、から、ちょっとお願い。いいよいいよいいよ。で、ちょっとそこ。頼むよ。緑のマイクやって。微妙かったけどね。まあでも合格ラインじゃない?よくさ、口笛吹いてさ、そのまますって出ていけるよね。すごいすごい。まあ出てたね、でも。まあまあでも俺らより明らかに俺らより出てた。うん。ただ、そんな、エンディング間近で出しゃばって出てくるクオリティではなかった。ではなかったね。めっちゃできそうな背中してたけどね。俺もいけますけど、みたいな。感じで入ってきたけど。じゃあこういう曲ちょっともう一回探しておきますわ。このギリ吹けるか吹けないか。ラストもう一回いい?めっちゃ怖い。もうちょ、後半からにしよう。じゃあ分かった。ラストだよ、マジで。どっちがいい?そう、後半だけにした方がいいか、流れで頭がいいか。なんでフルでやろうとし、なんでフルでやろうとし。どっちが聞いてて気持ちいい?いや、まあまあ、でも、せっかくラストっていうので、まあじゃあ頭から持ってもいい。まあそこまででちょっと仕上げておきたいでしょ。仕上げておきたい、ね。急にそこってよりも。そう、歌と一緒じゃん。A メロから行きたいみたいな気持ちだよね。じゃあサビの始まりからじゃオープニングからね。じゃあ本当に今回はツッコミなしで聞きますね。はい。そう、なんかそう笑おうとしてちゃってるからね。ちょっと分かった、ごめん。コンサート来たと思って。オッケー、了解。じゃあマジで聞きに行くわ。ソンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。番組ではメール送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大輔リチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。そしてここでソンズからお知らせでございます。僕たちの13枚目シングル、ここに帰ってきて、そしてゴングのミュージックビデオが昨日僕たちの YouTube にて公開されましたということで。見ました。まあ、ここに帰ってきてとまた全然打って変わって、ね、うん、ここに帰ってきたあのフィルムカメラ撮ったりとか、うん、なんかちょっと質感もね、こう儚くて綺麗でみたいな中で、うん、ゴングはまた打って変わって躍動感、ね、いい意味で目まぐるしくてかっこいいですね。そうそうそう、っていうかなりね、こうゴングっていう曲通りのかなりこう派手な強いみたいなミュージックビデオになってますので、ぜひ皆さんまだ見てないよっていう人がいたら、あの YouTube で、僕たちの YouTube で見れますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そしてまあさっきも言いましたけども、ここに帰ってきてのミュージックビデオも
公開中ですということで、そちらが収録された13枚目シングルゴング、ここに帰ってきてが、両 A 面として4月10日にリリースされますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしますということで、その他最新情報はストーンズ公式ホームページと X をご確認ください。それではお時間目メールなんつけみます、ラジオネームキノコの子さんからです。ちょっと待って、んこれただのインセプじゃん。だいぶ入ってた。ほんまや。でもちょっとさ、やったらわかるんだけどさ、この、悔しくなるよね、口笛って。そうね。なんか。やりきりたい。そうで、そうで、出ない。なんかこのさ、絶妙な口笛ソングいっぱい欲しいけどね。なるほどね。絶妙な出るか出ないかみたいな。急に上がる系のやつとかね。これ、だったらね、分かった瞬間、本当に俺ね、白日むずいと思うのよ。こんなんなるじゃん、もう。そう、あー、なるほどね。そう、高い低いを使い分けなきゃいけない、ちょっとやりたいんです、難しさがね、わかりました。じゃあそれいつかチャレンジしましょう、続いてラジオネームシャカリキさんからです。で、今日も本当に光彦の家買わないでいいの。人気の物件だから長いことキーパーできないよ。この人取り残されすぎだって。どうするの光彦に。その向こう側も不動産側も困るよ、迷惑すると思うから決めてよ。俺がそのラジオ中にどうしよう、どうしようかなとか言ってたんだったら分かんないけど、毎回きっぱりやんないよっつって。向こうもそのオーナーさんも不動産側も困るよ、こんだけ迷ってたらね。あのキープもしてないし、待たせてもないのよ。じゃあいいのね、いいのね。まずどこにあんだよ。場所教えてくれよ。ないんだよ光彦の家なんて。俺のお気に入りだったら刑務所、まあ多分きっとロケ地としてあるだろうけど、光彦の家はないんだよ。いいのね、ないのね。買わなくて。買わなくてじゃなくて、あの作られてないのよ、この世界。じゃあ今日もはね、光彦の家買わないっていうことで、じゃあいいんだね。ね、どういうこと。家は買わなくて、買わなくていいのね。じゃあ買う。買えばいいんだろう、もう。まだないけど買うみたいですから。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。番組ではメール送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大輔リチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。そしてここでストーンズからお知らせでございます。僕たちの13枚目シングルここに帰ってきて、そしてゴングのミュージックビデオが昨日僕たちの YouTube にて公開されましたということで、見ました。まあ、ここに帰ってきてとまた全然打って変わって、ね、うん、あのここに帰ってきてはあのフィルムカメラで撮ったりとか、うん、なんかちょっと質感もね、こう儚くて綺麗でみたいな中で、ゴングはまた打って変わって躍動感、ね、いい意味で目まぐるしくてかっこいいですね。そうっていう、かなりね、こうゴングっていう曲通りのかなりこう派手な強いみたいなミュージックビデオになってますので、ぜひ皆さんまだ見てないよっていう人がいたら、あの YouTube で、僕たちの YouTube で見れますので、ぜひチェックしていただき